はい、お待たせしました。それでは準備できたんで始めていきたいと思います。2月の22日アンダーナイトインバースコンバット越前杯始めていきます。よろしくお願いします。はい、今日はちょっと少ない17名で皆さんで殺し合いをしてもらいますということで、ゼロ回戦がトットコさんとクロスピー、クロスピーいる。トットコさんはいます？あ、いた。じゃんけんして廊下でいいっすよ。さあタイトル画面、さあ、まあ、ここでここからもうまず読み合いが発生する。さあ選択したゲームはアンダーナイトインバース。さあ 1P がクロスピーの譲り派、超眠そうや。 2P がトットコさんのリンネ。さあちょっとトットコさんは今、のじ合い中だったんで農家ですが、さあ開幕相打ち、さあお互い溜めて、あアンダーナイトの試合を見るのは久しぶりすぎて何が起きてるのかよく分かってないんですけど、さあ権利を取ったのは、トットコさんリネ。さあこれさっき 2回目がスカって CS からコンボいったがちょっとミスってしまって中断で割っていく。さあ再び権利は2年のところに。さあ少しずつダッシュガードで距離を詰めていったところにしっかりと差し込んでいく。さあ締めて起き上がり、ここはガードを防いでいく。さあ遅らせが当たってここで CS、再びゲージを回収していく。さあコンボ見せて投げが通る、遅らせに A が入って、まず1本目はトットコさんのリンネ。さあ開幕先が当たって、さあ EX クーガが当たる。さあ 6C 派生で締めて、ここは何もつけなかったがバックステからのなんかに当たって、 6C でまた締める、中段立って、さあこのベーロは読んでいた、ゲージは200あるということは使ってねえ、使うまでもない。ゼロ回戦はトットコさんの勝利。ではこっから1回戦ですね。夕張店員と流星さん、ゲームオーバー。さあ今日はメルカバ一人だけですね。てか関東でメルカバ使ってる人が全然いないんで、こんなにいいキャラなのに、こんなにいいキャラなのに、なんかゴル、まあ、つっても今日ゴルドも一人なんで、あんまりウニ勢はキャラ間違えたメルカバになってる。はい、あ、じゃあ流星さん殺してください。リプありがとうって言ったら50ぐらいしか増えないんじゃないかな。64。そうですね、なんかやっぱウニやってる、ウニメインでやってる人はあんまりキャラ性能に頼らないでなんかやってるって人が多いんですかね。まあ、自分の好きなキャラを使って勝ちに行くと。でもメルカバゴルドを使ってる人もなんか無印の弱い頃から使ってる人が多いんで、なんとも言えないですよね。あー減り、めっちゃ減る。さあリポいくつ増えるのか、133。
33も増えた。しかも夕張店員は、ま、何も手出してないのに4650も増えてるって。さあじゃあ改めてお願いします。さあ改めてメルカバ VS ワレンシュタイン。これはどっちが有利なんですか。メルカバ、メルちゃん有利。さあここはアサルトに引っかかったが投げを疲らせる。さらに権利もゲットして、さあここでコンボを締める。いや気まずい起き上がりから遅らせ見栄が入って中段はガード CS。 さあ投げを外す。さあ今度はワレンが攻めている。西井はしっかりガードがダッシュ B が当たって中段出る前に投げている。 CS 速攻に A 投げ。さあ読み合いが続く。すごい高さでボディープレスが当たって、これはしっかりつながってるがダッシュ B が当たらない。さあ体力的にほぼ五分だが最後は中段で締める。さあ第2ラウンド、さあジャンプしてしまったところに中段が入って投げを外す。さあメルカバのターンが続く。相打ち中段立ってここは外す。さあ権利はがぜんメルカバ投げは使って投げられてしまう。中段に対しておっとこれはしっかり見ていたか。さあベールオフの時間を有効に減らしていく。さらに護衛が当たって、さあ権利もゲット。中段ガードバックステイ壊す。さあ西、おっと当たらない。さあ暴れが通ってまだ分からなくなってきた。さあ攻めが続く。権利はメルカバ CS 使って、さあフッダイが入る。さあちょっと怪しいがガシさん遅いよ来るの。さあ届かない。いやこれで1対1。サードフロントディバイド。さあ最終ラウンド先手を取ったのは夕張店員。ゴッドプレス締める。さあ逃げで暴れて権利はワレンシュタイン。ここで来る。さあここは通らない勝利。さあアサルトからは 2B で刺して、ここはゲージを払って子供を呼ぶ。ニエが入って、さっきからなんかニエで飯を食ってるような。ニエが入ってこれは200吐けば死んでしまうということで、流星さんの勝利。では続いて大勢くんの社長ネジさん。カモレさん準優勝ですか。ブレードアンス優勝誰。優勝はあのブレードアンス。あ、ボンさん納得。
チさんに負けた。ガチさんに負けたの？なんでそんなウニ勢で殺しちゃってんの？覚悟を決めろ。さあ、1回戦第2試合が社長アレンとネジカーマイン。さあ、社長は最初リンネって書いてあるんですけど、結局ワレンにしてくれたということで、さあ、このキャラ替えがどう影響するのか。シリス、さあ、あれは 1A かな、 1A が使ってカーマインのターンが来る。さあ、がぜんカーマインのターン、2段中段が刺さる。さあ、この流れは完全にカーマインのターン。ベロフ200入ってまだ死なない。さあ、以後は 2B で、グリッド割りつつ1本取ったのはレジさんのカーマイン。さあ、これ2進 5A が出てしまってコンボにはいけない。ここで EX コマ投げが入る。ちょっと社長はモンストのやりすぎで最近ウニがやれてない。さあ、ここはシールド取ってしっかり投げ、食われちまいのは通らない。ボディープレス、ちょっとミスが目立つ。ちょっとモンストのやりすぎがここで出てしまってる。さあ、ただこのラウンドを取っていく。さらに状況も200と100と社長の方が優勢だが、ただモンストコンボがかなり厳しい。ガチャでガチャが外れて、ここは投げ。さあ、ワールド、ワールドじゃない、シールド割って、さあ、得意な距離で攻めていく。ボディプレスから CS。 さあ、少しずつ削っていく。さあ、画面端がつらい。また CS が回ってきて我慢している。コーマ投げは通らないということで社長はね、次が泣けるさんと時間さんでお願いします。撫でただけで地平まで飛ぶ勢いだったぞ。ゲームオーバー。まあ、入れるとしたらここ、ここ。ここに3人バトバって。あ、じゃあ3人でリーグやって。出てきたやつ売れちゃうから、こうやってゆとり世代が負けて。勝負してもいいから。別に仕事じゃないから。ヤンカーの方が現れます。さあ、 1P が泣けるさん、バティスタ、 2P が、時間切れさんのリンネ。さあ、幼女対決。さあ、一気に画面端、ここはタッチからサマーが出てた。さあ、裏に回っていた。ドリルはしっかりシールドを取っている。サマーが当たる。さあ、設置して、ここ隙間を縫っていく。さらにケンジはリンで、ここはサマーはガードして、さあ、痛い指導からアンダープリンセスナイト、リンでがまず1本。クーガは取らない。さあ、こうガード固めでクーガが刺さる。さらにクーガ 6C、 これ確定。無人からさあ、ふわふわしたところに投げを誘って CS から
DX 昇竜で勝ったのは時間さん。次がセロさんとグローブさんでお願いします。さあ再びバティスタ、セロさんバティスタとグロさんの暁。さあ開幕お互い距離を取って 2B から 2B 下のコンボが入る。さあこれ権利が来たのは暁。さあ飛んだところに刺さって投げ、 CS からの投げが通る。ここは起き上がりにサマー。さあ設置が当たって、これはかなりいいダメージなのでは。CS はガードしている。護衛護衛から投げはしっかり抜けて、これ CS 中段が通る。さあビームと連光弾が相打ち。ビームはガード、中段が通る。これはゲージを払えば死がない、死んだ。さあ死ぬぞ。ここはサマーを用意していた。裏に回って、さあ電光弾電光弾と、さあ EX 電光弾、さあ護衛護衛から CS。 さあこの片目を逃したくないグロさん、投げは抜ける、投げ返す、投げは取らない。さあ爆線引っかかって、投げは爆線回避。さあビームが使って、さあここで期待きつい一発。さあディレイかけながら少しずつ攻めていく。 CS ジャンシン、ジャンシン指導、なんか繋がっていないが、ここで取り返していく。開幕ビーム、電光弾、金投げはしっかり抜けて、投げは返す。ここはベールオフで弾を回避、投げマイナスからの投げ。さあ竜巻で飯を食っていく。さあ猫な、あー2個残って、 CS 中段はジャンプしていた。さあここで再びバティスタターンが始まりかけていたが、再び立ち回り戻って、なんか中段漏れて、やはりな、やはりな。さあビームは回避、ガードしてる。さあ相打ち、さあこれが試合が分からなくなってきて、 2B 入ったが、チェスト CS、 最後は3段目の中段が入って、怪しい勝ち方だが、グロさんの暁。さあでは次がリオンさんとライオンさん。ゲームオーバー。さあ
リオン君は最初ハイドって書いてやっぱやめますって瀬戸にしてやっぱハイドねっつって結局ハイドになったって。さあサブなのかメインなのかもうどっちなのか分かんないけど、さあリオン君ハイドと、ライオンゴールド、バックステに、あれなんだっけ、アシミだ。さあ剣にはゴールド、さあ6尾2段目入ってから、ここは CS でしっかりフォローを効かしている。さあダッシュシーで一気に距離が詰まって投げを初グリムリーパー CS、さあお互いまだ決定打ないが投げ、さあ投げからコンボが入る、ここ CS 防衛空中クラッシュ、さあ CS から 2A をこすっている、さあ200入ってまだ死なない。さあ E5 はアサルトジャン A、 グリムリーパーから EX 入ってアサルト、アサルトをしっかりガードしている。2層、さあグリッドがモリモリゴールドのところにここで吐いて当たっている。どうした投げ、さあ集団はしっかり立ってベーロフ、お真偽だよ、グリム、ベロック状態でゲージを使い放題、アシミはジャンプしてる、さあ少しずつもう削っていくという、削ってジャンエン入る、ナゲッツは通さない、グリムリーパーが入ってとーっとミスってしまう。さあパワーゲーザーでダメージを与えて、グリム CS、 最後はオービタの派生でニオン君の勝ち。では俺が終わらせる、この狂った世界の全てを。なんて読むの、なんて読むの、2時703とマー君、いやーこと2時70、ことポンコツヒルダー。さあ対するはコンバット越前杯最多優勝記録を誇る、さらに公式大会覇者、もうマー君じゃなくてマーさんですね、マーさんの譲り派。さあ開幕、さっきが刺さって取ったのはマーさんの譲り派。さあさりげなくグリッドを貯めて、さあ一気に画面端、さあこの状況ヒルダ何もできない、 CS が回ってきたが、ガーキャンができるが、どうすんの、どうすんの、ガーキャンはできるけど、さあフランスパンみたいに硬いガードしてる、さあうまかったが、さ
わー、これ渡っている。さらに補正が切れて、さあ一気にヒルダのターンが回ってくる。どうなる、あ、しっかり立っている。さあ剣ここで使っていく。さあこれはユズリハ、ちょっと怪しいが、ガキャン使って時間を稼いでいく。投げ通さない、時間切れ。さあ速攻で100吐いて、さあここはきつい一発。さあ置き攻めどう出る、投げは外す、うまい対空しっかりして、さあ再び置き攻め。さあ下段が刺さる。さあまた嫌な距離、ベロフは通らない。さあ時間をふんだんに使ったコンボで、さあ空中くらいだが、しっかりとコンボしてマー君の勝ち。では続いて島崎さんとヒロズーさんお願いします。逃さずにその一点を切り切らず、いやいや。